さあ、バラス。どうも、よろしくお願いします。おお、ガラガラだ。沼津からもうお客さんそんなには乗ってないんだね。一瞬なんでこんなことやってるのかもう全部忘れてた。あれ真剣に考えて、これサイコロの旅でしたね。東京に着いたらまたサイコロを振って、今日も一日ね、ずっと何らかの移動し続けるということになります。昨日出した目の通り、東京行きの特急サンライズ号に乗りまして、1時間と23分あー、またピンと合わなくなっちゃったよ。なんだこのカメラ。10万円も出して買ったのに、10万円は出してない、9万円ぐらい出しました。駅の案内は特になかったですけど、な、5、6分遅れてきたな。7号車の21番。上か。ここだ。寝台車に短い区間で乗ると、なんか怒る人いますけど。別に誰も乗ってないんだから、客が乗った方が。売り上げが上がって JR にもいいと思うんですけどね。すぐに寝たいところではありますが、これを買いました。最近流行りの、15年ぐらい流行ってるな、振って飲むタイプのゼリー。空がちょっと明るみ始めて、もうちょっとすれば海も見えますけど、海なんか別にどうでもいいよ。窓の景色もどうでもいい。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京です。新幹線山今朝の7時15分。まだこの時間だとサラリーマンはいないんですね。でもすっかり明るくなってて、すごくいい光景だな。次のまた行き先も出揃いましたけど、安西さんがまずここから上越新幹線に乗って燕三条で、燕三条のラーメンを食べる、燕のラーメンね。で、酒井くんはじゃあ北陸新幹線で富山へ行って、ブラックラーメンを食べてください。私さんはこの人もきついことしか言わないんだからね。そういう人が、まあ、いてくれた方が動画が面白くなります。博多へ逆戻りしろということです。新幹線で、で中村さんは、青森ということでした。利用手段は新幹線。小野田さんは新大阪に行って一緒に朝ごはんを食べようということでした。というわけで新幹線で新大阪へ。そして、ちょっと、ね、急いでね、あのうちの、ちょっと一つコマが足りなかったんで、スタッフに連絡したあのみかんさんから連絡が来ましてですね、岡山まで新幹線ということでした。みんな新幹線好きだな、本当に。新幹線があのたくさんあるんですが、いろんな行き先がありますし、それから昨日航空機に乗りましたけどね、あの昨日の夜ホテルに泊まって、それからあのサンライズにも乗ってぐっすり眠ってですね、あの乗り物アレルギーもとりあえず今のところあの出ておりません。回復傾向です。じゃあ行きますよ。はい、サンダー3。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。このいい天気なのにずっと寝ちゃって、結局今日はこんなに綺麗に富士山が見えたようなんですが、掛川のあたりまでひたすら寝通してしまい見逃しちゃってました。ご乗車ありがとうございました。名古屋です。We are stopping at 名古屋ステーション。東京は晴れ、静岡も晴れ、名古屋は曇りで、京都は晴れで、大阪は雨で、これから晴れるのか、いろんな天気があるんですね。なかなか見慣れないものがあんな。これは初めて見た。こんな山陽新幹線の左側にこんなのあんの。今ね、明石と姫路の間ですけど、この辺の海岸に製鉄所みたいなのがあんな。コンクリートかな、なんですかねあれ。まあきっと詳しい方が教えてくださるでしょう。ほー、立派な、これは立派な建物だ。
とやっぱり旅行は楽しくなるということもかなりあります。博多駅着きましたら、もう何を言ってるんだ一体。綿引さんがね、東京にいる時には博多に行けって言って、博多にいる時には東京に行けって言って、それをことごとく引くもんだからこんなことになってるんだ。はい、博多駅筑紫口、昨日とは逆側です。昨日は博多口でした。まあともかく次のやつはもうすでに出揃っています。皆さん本当すぐやっていただいてありがたい限りです。一番綿引さんは、飛行機で帰ってこのまま終了ということです。明日ね、またガミさんと一緒にどっか新潟がどっか行くことになってるんですよ。約束がある。もうだから正直ちょっと休みたいんですけど、今もう10時半だからいいんじゃないですか、午後はゆっくりでね。はい、次、ガミさんは新幹線で新大阪まで戻るということです。大阪ですね。3番は中村さん、ここから西鉄バスに乗って宮崎です。今からでもね、宮崎に行っても問題ない。まだね、明日の予定には触りないんですよ。4番は安西さん、新幹線で、東京へ引き返すということです。もうなんかね、ちょっとね、新幹線アレルギーが今出始めてるんですけど、もう新幹線のグリーン車ももうなんかなみたいな、普通車がだんだん恋しくなってきたんですが、しかし混んでるからな。まあ、ともかく、次の案、これは小野田さんです。小野田さんは、飛行機で今から沖縄に行けということでした。そして最後6番目酒井くんは飛行機で新千歳空港。なんかそうね、まあなんかどうせだったら今回なんかこう東海道山陽筋をひたすら行ったり来たりだけだったんで、どっかちょっと違うところに行きたいなと思うんですけども、まあ、簡単に帰って来られるところがいいかな。まあ、那覇と千歳だったら意外と千歳の方が東京へ帰るのは楽なんで、でも寒いからな。いや飛行機で帰るでもいいかもしんないわ。はい、サイコロ送ってみましょう。何が出ますかね。あー6だちゃんと6ですよ。私ズルしてませんからね。6だよ。しかし今回は赤坂というところに来ました。お昼ご飯を食べるために来たんですけども、昼は何にするか、まあ寿司とラーメンどっちかな迷ってるんですが、せっかくこういうもの持ってますんで、じゃあ奇数が出たらラーメンね。じゃあ寿司だ。この間も来たところですけどね、ここは美味しい。市場直結のお寿司屋さんで何でも美味しいですけども、特にタイが美味しいという印象です。で200円でね、美味しいタイ出てくるんですよ。天然物のタイは300円でした。でここにね見てみたら、マダイ天然って書いてある。知らなかったんですけど、タイの名産地福岡、実は1000年以上は。そうですか。でも福岡って本当にすごいところですよね。こんな私たちの真上を日常的に飛行機がぶっ飛んでいくんですから。ああ見えなくなっちゃった。空港の近いことといったらね、飛行機に乗る1時間前を切ってもまだ寿司を食べていられます。いやそれはないな、あと55分で飛行機が出発。町から空港の移動って面倒くさいですよね。ただいま、天神天神天神。でも福岡は大丈夫。空港線は JR とリンクした鉄道システム、地下鉄を使った分かりやすくて楽しい観光。地下鉄5駅でこんなに変わるものなんです。空港に着きました。まだ時間があります。ここ名古屋に行くなら新幹線。こんな航空会社に喧嘩を売った広告が至る所に貼り出されてますよ。千歳行きはミニミニサイズの飛行機みたいですよ。ちっちゃいの。どうせならもっとねでかいしてバーッと行ってもらいたいんですけど、まあ、お客さんがいないんだから仕方がない。この便では皆様に安心していただくため、乗務員がマスクなどを着用させていただきます。どうぞご了承ください。もうこれで福岡に来なくていいぞ。福岡ばっかりでしたからね、もう今回の旅行は。何回福岡に来たのかな。でもまあ2回か。福岡はいいところですから、またどうせすぐ近いうちに行きたくなると思いますけど、でも今はね、下手なことやってもう一回福岡行くなんてことになったら
それこそ福岡アレルギーを発症しかねなかったですよ。向こうに見えるあの辺に長浜港がありまして、さっき魚市場でお魚を食べました。どっか多分ここら辺だと思います。それからこれは福岡タワーね、真下には博多の街が広がると思うんですけど、博多はここが吉塚ですから博多はここだな。この都市高速の向こう、あそこが博多駅、この辺全部博多。天神は多分どっかこの辺が天神だと思いますよ。立派な眺めだ。これが海の中道でして、博多湾を守る天然の防波堤です。で、昨日船に乗って壱岐に行きましたけど、あの船はあそこの博多港から出て、この間をこう縫って抜けて、あの辺に壱岐があるはずなんですが、ちょっと雲が多くて見えないですね。やだなこの揺れ方も。ボーイング737のね、嫌いな点は、いくつかありますが、あんまり私この飛行機好きじゃないですけど、まず3列が空けてあること。でも今日はお客さんがそんなに乗っていないから別にその点は大丈夫で、次に揺れること。小さい飛行機だと小さい飛行機ってのは多分揺れやすいんじゃないですか、多分ね。なんか私の経験上はそうなんですけど、物理法則的に本当に揺れやすいのかどうかはちょっと分かりません。大きい飛行機だってね、風の影響を受けるのは一緒なんじゃないかと思うんですけど、でもなんだかんだこういう小さい飛行機が開発されているおかげで、それほど規模の多くない町から規模の、大きくない町へも手軽に移動ができるようになってるんですよね。だからそのことには感謝しないといけません。なんかわかります？これ飛行機が自分の影を雲の上に落として、その周りに虹を作ってるようですけど、どういう理屈でできるんだろうな、あの円形の虹は。不思議だ。あ、要するに太陽があそこに当たっているからああいう風に映るのかな。ちなみにあの私のお隣座席を見てもらいたいんですけど、こんな風にねリュックサック君にシートベルトをつけてあげたんですが、まあ、これはねあの私が勝手にやったんですよ。まあ、こういう風にやっていいですかって JAL の人に聞いたんですが、飛行機って大体離陸するときは上の荷物棚か、もしくはこの足元のところに荷物を置かなきゃいけないということになってるんですけど、まあ、ちょっと中から荷物取り出したりとかしたいし、上まで上げるのめんどくさかったんで、 JAL の人にねこれやっていいですかって聞いたら、あの紐を通してくれたら大丈夫ですよっていう風に JAL の方が教えてくれました。よくまあ私が見せてほしい海とかね海岸線のあたりだけ雲が切れてるなと思うんですけど、多分まあ天気ってのはそういうもんなんでしょうね。山の方は雲ができやすいですから。でも奇跡のようだな、こんだけ雲に包まれてて、一番この辺でよく見るべき景色、境港のあの半島の部分がね、半島っていうのかな、ここだけくっきり見えてるなんてね。飛行機から見る苫小牧の掘り込みの港、内陸に穴を開けてるわけですけど、これはね、なかなか見事な景色だと思いますよ。北海道千歳に降りてくるときに毎回基本的に見える素晴らしい景色です。今日は右側に十勝岳のようなものが見えるんですが、まあ、残念ながら右側ですのでここから見ることはできません。快晴のタルマさんに今ちょうど夕日が沈んでいきました。本当に素晴らしい景色、乗ってよかったなこの飛行機。じゃあ5時20分千歳空港に着きました。そしたらね、まあ、もう昔だったら5時20分に新千歳空港って言えば、もうあと15分後ぐらいにね、あの上野行きの寝台特急が出ますんで、すぐ南千歳まで行って寝台列車で帰っちゃうんですけど、まあ、当然そんなものはないですから、だからあの帰りも飛行機で今日中に東京に着かなければいけないということになっております。まあ、どの道寝台車でもね、東京着くのは明日の9時半なんで、もしあったとしても、だからそれじゃダメなんですけども、それまではもう完全に私の自由。まずね、飛行機ですけども、非常に面白かった。なんかこう、あんな、もう飛行機アレルギーとかなんとか言って、もう全部嘘みたいですね。とってもね、楽しい、いいフライトでした。あの、景色が素晴らしくって、お客さんもそんなに乗っていなかったから、あれお客さんぎっしりだったらやっぱ疲れて到着したろうな。それからですね、こちら、
これね、これなんだと思います。これ日本航空のキャビンアテンダントの、方がですね、私はリュックサックああいう風にベルト締めといていいですかってお聞きした方だったと思うんですけど、視聴者の方だったみたいで、私 JAL の人にね、そういう話しかけられたこと今までないんで、全日空は結構しょっちゅうあるんですけど、だからなんか JAL はそういう風なことはしない方針なんだろうなみたいな思ってたんですが、単純にね、JAL での知名度が全くなかったみたいでして、別にそれは話しかけられなくても別にそれね、全然いいんですけど、ともかく、そういうことがあってですね、あと降りる前にこんなお土産までいただいたんですよ。ちょっと今まだこれはお菓子だな、お菓子、おお、たくさんあるな。これJAL のね、機内でお一人様お一つどうぞみたいな雰囲気で、10個くださいって言えば10個もらえるかもしれないですけど、置いてあるキャンディーのセットね、それからこの美味しいんですよ、黒糖のね、お菓子、これはなかなかいい。それからこれは最新型の飛行機の模型と見た、やっぱそうだ、エアバス A350 のあれですね。おお、なんか裏になんか書いてあるぞ、これあら、これ写しいんですね、これね、これもらったのを内緒にしといた方がいいですかっていうふうに一応聞いたんですけど、全然問題ないですよってことだったんで、本日も日本航空の翼をご利用いただき誠にありがとうございます。スーツさんの動画を拝見して自分まで旅をしているような気持ちになります。ありがとうございます。今後の動画楽しみにしております。自分が乗務する便でお会いできるとは思っておりませんでしたので大変嬉しく思います。どうぞお体、大切にお元気でお過ごしは全然大切にしてないですけど、こんなもん、何がサイコロの旅だと、どっちかというと私の体じゃなくて他の人の体を大切にしなきゃいけない状態だと思ってるので、そこはしっかりやりたいんですけども、ともかく、お元気にお過ごしください。そう、私が元気でないとみんなに実際に損害を与えるからね。また JAL の機内でお会いできるのを楽しみにしております。とか言ってなんか全日空に転職して全日空の機内で会ったら受けますよね。そんなことないと思うけど、こういうのはこう開封しないでも家にそのまま取っとくやつですよね。お宅の修正まだなんか入ってる。これはポストカードの詰め合わせと見た。あー、なんか結構いいやつが、ボーイング7%7の8月最新のやつですね。350の900型、これも最新のやつ、デビューの時に乗りました。こっちはね、小野田さんのやつ、デビューで紹介して、それ見てください。おっ、こいつやばい、著作権が、ああ見なかったことにしましょう。嘘です、映り込みぐらいは大丈夫ですから。じゃあ、こっから先の予定は自由なんですけど、しかし先に帰りの時間は決めてしまうべきだと思っています。もちろんそれには理由があるんですが、できるだけ空いている便がいいと言ったらね、9時の便がガラガラらしいんで、それで予約することにしました。だから今まだ5時でしょ、あと4時間、札幌市内まで行くぐらいの時間はありますね。綿引さんからね、空港で本物のサイコロを売ってるから買ってきてくださいって、そんな話、それは買うべきですよね。こんだけパクらしてもらっといて、作品というかその番組へのリスペクトを忘れちゃいけませんよ。見てませんけど、見てない理由があるって話はしましたね。そこにね、キャラクターグッズみたいなの売ってる店があって、その一角が水曜どうでしょうコーナーだった。で、他のところには誰もいなかったんですが、その水曜どうでしょうコーナーだけね、おじさんたちが入れ替わり立ち替わりやってきて、あ、やっぱすごい人気なんだなと思いました。で、サイコロは売ってなかったんですが、こういうやつを売ってましたんで、私も全く水曜どうでしょうのやつ見たことがないわけじゃなくてね、サイコロの旅のルールを知るために、チラチラチラっとね、こういうの見てるんで、こういう札があったのは知ってるんですが、フリップボードですね、本当はね。でそこに多分消えるペンで毎回書いてたんだろうと思いますけど、それを模したメモ帳300円ぐらい、毎日ね、やって大変好評いただいたんですが、前はチャンネル登録者2万人の時にやったわけですけど、今30万人もいますんで、30万人もいるやつがね、こんな堂々と他のテレビ局のやってることをパクるというのはちょっといかがなものなのか、別にそう権利はあると思いますけど、ちょっとこれはなと思ってね、私もいろいろ前回の評判がどうだったのか、ツイッターでエゴサーチをしました。 YouTube のコメントはおおむね良好だったんですけど、ツイッターとかだとね、動画もうそんなのいまいましいから見たくもない、そっちにはコメントしないけど、こんないまいましいものが出てるぞって言ってね、意見してる人が絶対いるだろうと思ったんです。で実際見てみたらね、もちろんそういう人はいたんですけど、どっちかっていうとちゃんと独自の路線を出している、それがいいねみたいな、そういうね、意見がね、結構多く見られて、あ、なるほど、こういう風に見られてるのかと思いましたね。だから私もそれがあったんで、水曜どうでしょうのテレビはもうほとんど見ないことにしたわけです。なんかね、水曜どうでしょうの関係者の方も私のことご存知らしいんですよ。前なんか視聴者の方からね、ラジオかなんかでなんか話があって、私のことをなんかそのラジオの中でほんのちょろっとですけどなんか話されていたそうでね、それでご存知だって話なんですけども、だから失礼なんですが、それでこんなパークることまでやっといて、テレビを見てないっていうのはね、 DVD だってそこの店で売ってるわけですし、ただそんだけファンの多い番組だと多分もう面白いと思うんですよ、見たらめちゃくちゃで、それが染みついてしまって、自分もなんかその方向に動画を作っちゃうような気がするんですよね。
そうなったら結局いよいよ本家本元のものと比べることになって、なんだこれ大泉洋がやってるのにもう足元にも及ばんじゃないかとなって終わってしまうと思いますので、まあ、やっぱり自分なりに、ね、やるような道筋を決めていくしかないのかなと思います。まあ、一方で今回は一人でしたけど、今度はね、なんか小野田さんか誰か連れてもう一回二人でやるっても面白そうだから、そういうことしたいんですね。なんかそういう風なことを面白くねできたら、その相手をちょっと探してみようと思います。だから今後も続けるつもり。まあでもせっかく買いましたんでね、自分で適当に書いて使ってみることにしました。もう本当適当ですけど、私が思いついた行き先、まあ、一応今の時間から全て行ってちゃんと時間までに帰ってくることができるところです。札幌駅上の JR タワー、これは有名な大通公園のテレビ塔、まあ、これもまた繁華街として有名なススキノ、この3つは札幌市です。で、小樽はどうも今からでは間に合わないようですが、苫小牧も行けます。で、札幌の道中ですね、もちろん恵庭北広島も行けるわけです。こんなんこれで絵庭とか出てきて、絵庭で何すればいいか全く分かんないんですけどね。サイコロどこ行ったかな、ちょっと待てよ、ちょ一旦カットしていいですか。じゃあ人がいなくなったところを見計らって、ちょっと小規模にあんまゴロゴロやると目立つんで音もするし、5、これ絵庭じゃないの、絵庭だよ。札幌来たらね、いつも空港から札幌市内まではエアポートを指定席で行くことにしてたんですけど、あれまあまあ乗ってんな。中国人観光客が来なくなったからね、空いてんじゃないかなとか思って、先週もね実際空いてたんですよ。だから買わなくていいやと思ったら、まあ、混雑ってほどではないけど空いてるわけでもなさそうだな。あ、なんだ、でもみんなが前の方まで来てないだけから席ならあるじゃん。函館方面ご利用、函館線快速エアポート号、札幌経由、小樽行きます。エニワ、エニワです。5号が発車いたします。次の停車駅は、北広島です。この次の停車駅はどこどこですって JR 北海道で言うんですけど、英語の放送とかもあるんですけど、will be departing. The next stop is...北広島ステーション。どう考えても will be departing ではなくて、もうなんか has departed みたいな感じだしね、もしくはまあ has gone って感じですね。で、全く北海道の駅の自動放送は用をなさないというふうに、これはね結構好きです。何年も前からね、あの調子なんですよ。直した方がいいと思うんですけどね。だって、あ、じゃあ今から出るのかなと思った人がこう乗っかろうとして、それでドアが閉まっちゃったりってことがありそうな気はしますけど、まあ実際には多分車掌さんが全部見るんでしょうね、お客さんが乗り終わったこと。さすがにね、恵庭市の中心部だから、中心駅だからなんかあるだろうと思ったんですけど、ないわ。あ、あった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 、あ、よかった。ここに鮭焼き本舗っていうのがある、すごい良さそうなのがあるじゃないですか。あ、ここ行ってみよう。これこそ余裕うちにしかないものなんで。うーん、鮭の中に鮭ですか。はいはい、ね、面白いですね、本当に鮭焼きじゃないですか。そうなんです、っていうのでラジオにやられちゃったの。ああ、こんなにいっぱいものあるの、視聴者の皆さん、これで私の YouTube 見てここに来た方はお店の方にお伝えください。ぜひ、はい、よろしくお願いします。ダメここの適当な感じで大丈夫なんで、ありがとうございます。サイコロ転がして行き先を決めるやつあるじゃないですか。で、今日朝は静岡県の三島にいたんですけど、それをですね、お金持ってんね。まあ、やっぱそのこういう場合はバーッと使うってこともありますね。そうそう、私すぐ人計算したのね。へぇ、静岡か。 そっから朝の5時に東京に行った後、新幹線で博多まで行きまして、博多からさっき福岡空港からの便で千歳に着いたんですよ。で、ちょっと用事があるんで、もう今日帰らないといけないんですけど。なんでどこへ帰るの？あ、もう東京の羽田に帰ります、これから。最終便？そうですね、最終の1本前かな、確か21時15が最終なんで、その15分前ですね。鮭焼き本舗って書いてあって、で、これはね、まあそのまま鮭をそのまま焼いて出てくるんじゃなさそうだなと思ったんですけど、たい焼きの鮭バージョンみたいな、要はそういう感じらしいですね。もう今ではね、ここしかないということです。でもちゃんと鮭が入ったバージョンもあるんですよ。恵庭名物じゃないですか、もう恵庭にしかないんだから。これ名物になってないもんね。いや、でも名物ですよ、もう。鮭のやつは美味しいですよ、びっくりした。こんな美味しいのかと思ってね、それちょっとこうゆっくりゆっくり行かないとな、しっかり踏みしめて。
これは普通に名物になります。皆さんもあの空港から札幌行くときちょっと途中下車して降りてみたらエアポート15分に1本出てますから。何もなさそうなところで何かが見つけられるとね、あ、すごいいい旅行してるなと、そんな気分になりますよ。だから自分の行ったことない、何こんなとこ行っても何もないだろうなみたいな、降りてみるってこともね、たまにはした方がいいと思います。恵庭と千歳は近いんでね、もう帰ってきてしまいました。あとまだね、飛行機に乗れる時間制限まで、55分あります。食事ぐらいはしても大丈夫でしょ、今から。これが松尾ジンギスカン1500円ですね。高いな。空港で食べたのは初めてなんですけど、もっと地方の方であの店が網走にありまして、そこでは1000円で食べましたけどね。よし、じゃあ帰りますけども、もうすごく2日が長く感じまして、あのね、やっぱ1日が長く感じるっていうのはすごく幸せなことだと思いますけど、でまあ単純に朝の5時に起きて、それで午前0時までずっと起きてたからって、それもありますからね。いろんなことをやって、あ、2日間有効に使ったなという感じがします。実際には何も有効に使ってないんですが、昨日もね、福岡空港に行こうとして都市高速を運転してくれたタクシーの運転手さんがおっしゃってました。あ、すごい移動に無駄がないですね。何言ってんの、これ無駄な移動しかしてないのにあの普通席も空いてるんですけど、もっと空いてるのあるかなと。クラス J 席とかね、ファーストクラス空いてますかって聞いたら、ファーストクラスなんか全然人が乗ってないらしいんです。そんなことないよ、いつもファーストから埋まってるんだけど。そういうわけでちょっと最後ファーストクラスで帰ろうと思いますんで、あの切符を買いましたから、あの そういうことで、よろしくお願いします。今日の朝5時に起きて、日本中を、まあ、福岡まで行ったり札幌まで行ったりしてまた戻ってきたわけですけど、もう一日中乗り物に乗ってね、疲れ切るかなと思ったんですが、思いのほかこの JAL のファーストクラスが最高でした。いや、こんなに良かったかなと思って、ね、今びっくりしてるんですけどね。私の記憶よりも良かった。あんまり JAL のファーストクラス国内線乗る機会がなかったもんで、本当にね、これ8000円は安いですよ。もう皆さんも乗れるんだったら、席が空いてるんだったらね、乗った方がいい。そのファーストクラスにあの感動してる間にもう飛行機は羽田へ着こうとしています。結局今日はなんか飛行機アレルギーとか乗り物アレルギーとかそんなものになる心配は全くなかったですね。いや、最後の最後に面白い経験をしたな。最後の千歳着いてからの先の流れは全て良かったですね。私にとっては皆さんにも楽しんでもらえたら幸いです。東京スカイツリーと、こっちにはレインボーブリッジ、この辺がお台場、フジテレビの本社が見えますね。もう終わってみるとあっけなかったですね。最後もうファーストクラスでもいろいろあの面白いことも起こりますし、まあ、それについては、JAL のファーストクラスの動画が多分この後か先か分かりませんけど出ると思いますから、まあ、それはあのその動画をあの見てもらえればと思います。なんか終わり良ければ全て良しな、こういう感じですね。千歳についてから先についてはとてもあの満足のいくものでした。いや、なんなら福岡を出発するところから良かったし、福岡で食べた寿司も美味しかったですよ。今日の朝だってね、新幹線でぐっすり休んだし、あちこちボンボン飛び回ってね、移動しているだけに見えたけど、もうすごいいい一日を送ったなって感じがする。これ富士山が見えれば最高だったんですけどね、あれを見逃したのはでかい、まあ、そういうことでした。このサイコロの旅につきましては、今後も、まあ、皆さんからの、評判が良ければ続けようと思っております。ちなみに1回目の時にはね、月もやってほしいというのはあのいっぱいいただきました。ただ、まあ、今後は1人でやるにはちょっとね、誰か道連れを用意したいと思っています。まあ、それはね、意外な人をあのと今こちらでは、検討しているんですが、まあ、誰になるかは皆さんお楽しみということです。まあ、やるとしたら皆さんの知ってる人に出てもらうと思いますので、じゃあどうもありがとうございました。